昨日はですね、ほったらかしキャンプ場に泊まりまして、ほったらかし温泉何回か来たりとかしてですね、温泉入ったり、朝飯食べたりとかしました。で今日はですね、もうこのまま割とまっすぐ帰ります。一回、道の駅みとみにちょっと寄ってですね、そこから今度埼玉の方に入っていきたいと思います。で結構ね涼しいです今。ここまっすぐ行く人はいないでしょう。ここだっけ？これか？これか？これね、最初来るときこっちの道を案内されたんだよね。だけどこれちょっと上りは結構きついよ。荷物積んでるし。いや、こっちの方があれですね、眺望はいいね。左というか、そこを下ってけいいんでしょ。左行くの？600m 先を右。あ、なるほど、違うルートなのね。あ、だからあっちをか。いやいいじゃないですか。なんかす涼しいですあ、これ。あ、でもあれですね、下界に下ってきたらだんだん風が生ぬるくなってきました。
と見しよう、お前これこれこれ多分そうだ、これだ、これがあのキャンプ場です。あーいいね、今度また来よう。寒い、マジで寒いです。早く着こう。あでも結構まだもうちょいあったんだよね、ここから。そう、笛吹きの湯、ここも行きましたね。はい、ついてきました。寒い、早く早く、あーもう三富に着きたい。結構雨粒がついてきましたね。
ここで、あ、寒い寒い寒い、あと 1.5 キロか。